ど。ナロータイヤはやっぱりリスクあるな、引っかかって戻れ。はい、それでは続きまして、五コートの試合を見ていきたいと思います。五コートは東中学校対天満中学校のところで、早速、こちら東中学校ですが、いきなりのピットインということで、バッティングトラブルのようでした。治るのでしょうか。その次に、天満中学校は、確実に1点を取り、そしてその後ボールを相手コートに1球送り込むという形で出ているようです。そして2点目を、確実に、取っていきました。さあ、東中学校ピットインの状態から、復帰できるのでしょうか。天王寺中学校は落ち着いて、点数を狙っていっているという、そういった状況です。さあ、天王寺中学校ボールを2球つなんで、さらに得点を取って、あと40秒。さあ、東中学校がようやく、スタートラインに復帰しました。元東中学校のマシンが素早くスタートを飛び出して早速2点を取りました。さらに2点目、さあ、素早く動いています。この後どう進んでいたか。おっと、相手の得点を天童中学校の時は素早く取り、さらに1点を